小樽、ちょっとこっち来い。こっちへ来いと言ってるんじゃ。悪いのはこいつなんですって。アイラック、ホタルよ。本当は里まで来てくれた炭治郎くんに挨拶しに来たんじゃろ。鋼塚さん、いつも俺の刀を手入れしてくれてありがとうございます。鋼塚さん、なんか照れてます。虎徹くん、虎徹少年。おかしいですね。くぬぬ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 、俺は照れてねえ。でも本当にありがとうございます。俺これからもっともっと頑張ります。では隠しの人頼みましたぞ。え、では来た時と同じように目隠しと鼻栓をします。